休んでいいのでしょうか。ついていきます。やっとモンドに着きました。はあ、疲れた。偉大で深い知識を求める道のりは楽じゃありませんね。オイラは疲れてないぞ。あなたは飛んでるじゃないですか。なんだ、先生術師って大したことないんだな。それはあなたが先生術に幻想を抱きすぎてるからです。やあ、君たちもここで休憩かい？あ、誰だ？ああ、私たち兄弟は商人だ。リーウェで商売を終えて、今からモンドに帰るところなんだよ。君たち疲れてるみたいだし、私たちが予約した馬車がもうすぐ来るから、一緒にどうだい？ついでだし、金はいらないさ。必要ありません。他に用がなければさっさと消えてくれますか。え、こちらのお嬢ちゃんは急にどうしたんだい。下手な芝居はやめたらどうですか、強盗さん。弱そうな相手を見つけたらうまいこと馬車に乗せて荒野で身ぐるみを剥がすつもりですよね。何を言ってるんだ。人の親切を無駄にするだけじゃなく根拠のないことまで言うなんて、こちらから願い下げだ。ではあなたたちが身につけているものの中から強盗で得たものを言い当てましょうか。不服なら被害者を呼んできて確認すれば一発でわかることです。もし私が間違えていたらお詫びに2万モラあげます。逆にもし私が正しかったらあなたたちにはリーウェ校の刑務所に入ってもらいますけど、どうします。まともな商人なら別に構いませんよね。お前俺様を怒らせやがって、この小娘が。どうやって知ったかは知らないが、お前を殺せばこの秘密を知る者は誰もいない。心配はいりません、ただの強盗です。さっき先生術師を大したことないと言いましたよね。ちょうどいい機会です。師匠の実力を見せてあげます。相手を間違えたらやめだ。剣女盤石。かわせるか。運命には逆らえません。天道、ここにある。岩山八九。運命は水面に映るのです。盤石。どうです、これがあなたたちの師匠の実力ですよ。先生術師にとってこれ式のことお茶の子さいさいです。先生術の前で嘘は無意味。運命と真実とは星空を見れば一目瞭然なんですから。詳しく知ろうとすればそれなりに時間はかかりますが、
大雑把なことであれば一目で見抜けます。でも今まで結構失敗してなかったか？それはテイワットの星空ではこの世の運命と真実しか映らないからです。あなたたちに関することは全て曖昧で、この私でも正確に見抜くことができません。ですから向こうの継承者と会うことで両者の知識が合わされば、あなたの運命もはっきりと見えるようになるかもしれません。いずれにせよ、あなたにとってはメリットしかない旅です。さて、十分休めましたし、このままモンドまで休まず行きますよ。馬車があったらよかったのに。最初に疲れてないって言ったのはそっちでしょ。